G7 サミットが開催されているイギリスにテレビ朝日政治部の大石麻衣子記者がいます大石さん今日で最終日ということですけれども東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、はいえー、菅総理の手応えはどうでしょうか。はい G7 各国の首脳から支持が得られたことで政府関係者は今回のサミットの大きな狙いの一つを達成できたと胸をなで下ろしていますその後の個別の会談でもオリンピックは話題となりました 次の夏の大会の開催地であるフランスのマクロン大統領からは開会式への出席を楽しみにしていると伝えられまたカナダのトルドー首相からは選手団の派遣が表明されるなど明確な支持が得られたことも菅総理にとって大きな追い風となりそうですただ国内にはまだまだ開催に反対する意見や慎重な声が少なくありません 総理は間もなく帰国の途につきますが具体的にどういった形で安全な大会を担保するのか国民への説明が求められます。今ちょっと映像で出ましたけれどもマスクをあのしない首脳同士もいるし、まあ、マスクをする首脳同士もいたりとかあの、まあ、このコロナ禍で初めて対面で行われたあの首脳クラスの国際会議感染対策などはどうだったんでしょうか。 はいそうですねあの我々取材団含めて、ですねそしてあのサミットに参加するすべての人に対してえ、毎朝の検査での陰性証明が求められています、もう徹底した対策がとられているんですね、であのこういった大きな会議が開催される際には、国際メディアセンターが設置されるんですが、今回は基本的にイギリス国内をベースとするメディアのみ立ち入りが許されています。 なので、我々日本からの同行団も立ち入りが許されておらず、会場から車で1時間ほど離れたホテルに滞在しています。食事も毎日弁当が出されるなど、いわゆるバブル方式の中での制約の多い取材となっています。